Hi, Jacko です。ウデルンサムスカの田部君でテフオスチャガタバイシタヨナ。日本はもう春真っ盛りだと思います。今年の桜はいかがでしたか？私も日本の桜を見たいな。モンゴルの桜、本数は少ないけどとても美しいですよ。四季の鮮やかな日本ではどんどん季節が変わりますよね。そしてそれぞれに素敵なシーンが溢れています。季節や時間が過ぎるのは早い。ましてや一日なんてあっという間。今回のみんなの楽しいモンゴル語講座で昨日、今日、明日の3つのモンゴル語で過ごしていきましょう。まず昨日はモンゴル語でウチュドゥと言います。昨日友達に家に来るって言われたって覚えるのはどうですか？そして今日はヌードゥ。モンゴルへ来られた人の中にはウヌードゥ新聞という新聞があることをご存知の方もいるかもですね。ウヌードゥ新聞をモンゴル語でウヌードリサヌと言います。日本語で言うと今日の新聞ですね。最後のモンゴル語は明日。明日はマラガシと言います。昨日はウチュドゥル、今日はウヌードゥル、明日はマラガシ。昨日、今日、明日、ウチュドゥル、ウヌードゥル、マラガシ。昨日と今日はドゥルかつきますか？明日にはつきません。それは明日はきっと昨日や今日よりも素晴らしいになるからでしょ。나라대호스타두마시타체코베샤바로히니니우실이미치치볼찬도르산히니기맴맴란시스히스디디르치바라엠바로히니니우실이미치치볼찬도르산히니기맴맴란시스히스디디르치바라Thank you.